最後に決勝ゴールが生まれるかという後半のアディショナルタイム、ゴールを決めきることができませんでした。天を仰いだ三好、サイドを変えてルーカス・フェルナンデス、浮かしたシュート決まった、アンデルソン・ロペス今シーズン6ゴール目。3節清水戦ではハットトリック4ゴール、その後4節でもゴール、しかしそこからゴールがなかなか生まれませんでしたが、見事なゴールを決めました。そうですね、この大きなサイドチェンジから中を見ながらね、ロペス選手こう縦に行くんですけども、このボールも良かったし、まあ、ロペス選手もこのジャンプ飛び込んでるわけでもないけどヘディングが強烈ですね。まあ、ボールの質もヘディングの質も素晴らしかったですね。田中選手ももう少しで触れたんですけどね。